巨大歓楽街カムロ町が地獄と化す。突如現れたゾンビ。大変！全員退避だ！急げ！パニックに陥った街が封鎖されていく。俺もこんなとこで死にたくないんだ。恐怖と戦う男、秋山俊。派手なセレモニーやないけ。恐怖を楽しむ男、真島五郎。久しぶりや。暴れさせてもらうで。関西の竜、郷田龍二。なんだこりゃ。この人、作られたんだ。何者かによって作られた巨大クリーチャー。その裏でうごめく戦慄のシナリオ。関西近江連合直参、二階堂哲夫。わしは近江連合を破門にされた身や。兄貴にその気さえありゃ、わしが何とでもします。どうだ、師匠に働かせる弟子がどうにんだ。今回の件、近江連合は全く感知していないと。知らん言うとんねん。証拠があんねやったら見せてみ。新たな抗争勃発の予感。おたくらの大事なヒルズ、襲撃されてえらいことになっとるらしい。なぜゾンビは現れたのか。なんだてめえ。甘美な死を。甘美な死が意味するもの。こっちよ。開いたぞ秋山。カムロ町が壊れちゃうよ。恐怖が絶望へと変わるとき、あの男が帰ってきた。かかってこいや。まとめて面倒見てやるぜ。伝説の竜、桐生一馬。お前は極限状態で迎えた桐生宿敵との再会。俺たちは立ち止まらない。そして全力で生きて、戦い抜いて、最後に死ぬ時が来たらこう言うんだ。生きててよかったってな。伝説の男たちがこの戦いにけじめをつける。オブ・ザ・エンド。